愛媛 FC の吉田力です。今から皆さんに宿題を出したいと思います。皆さんも運動会に向けて練習頑張ってください。まずは右足だけでやりたいと思います。左足だけでやってみたいと思います。難しいかもしれませんが、皆さんぜひチャレンジしてみてください。FC の吉田力でした。